さんの竹亭に来ました。ダブルカツ定食です。すごい大迫力。桜島です。すごい。以上でそれでしょうか。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。大隅にある大滝というところに来ました。結構涼しいです。市内は34度ぐらいありますが、ここは涼しいと思います。サバ塩定食が来ました。ご飯とお味噌汁でかいです。帰り道の桜島です。江口浜の方へ来ました。うわ、日が沈む。ウエストのもつ鍋が来ました。いやー、夏場のもつ鍋はいいですね。今日の桜島です。霧島のパチンコという鹿児島独自の食べ物のお店に来ました。これがパチンコです。タレに入れますとフィリットさせられます。円形になっており、もやしが積んであって、この真ん中の池にタレが入った池に入るのです。こんな感じでなんか熱せられてきました。これを徐々に崩して入れるみたいです。